Hi everyone, welcome back to Cafe Scotty. So this time it's gonna be all Japanese editions in Japanese language, so sorry about that. And、there is English version too, so please check it out. それでは日本語バージョンです。Brothers and Sisters っていうアメリカのドラマご存知でしょうか？結構モダンな現代のアメリカ家庭を描いています。カリフォルニアのバージョンなんですけど、シーズン2ですね。こちらが日本の DVD になります。でシーズン3できればですね、これシーズン4かな、英語で字幕で見ていただきたいですね。やっぱりリアルなので。で、シーズン5まで あります。で、日本にはなかなか最後のシーズン来なくて本当待ち遠しかったです。そうですね、一応全部シーズン来てるんですが、ABC っていうところで放送され、もともと放送されてて、で日本に来たんですけど、この番組って現代のアメリカの家庭をよく描いてて、本当に家族のストーリーなんですね。で深くて面白くて優しくて本当にディープな作品になっています。現代家庭のリアルですね、描いてます。モダンな家庭ですね。で、この番組はいろいろなその人間の権利っていうのを描いていて、Human Rights って言いますけど描いてて、でその中でも Gay Rights、 ゲイの人たちの権利ですねっていうのもよく描かれていて、アメリカでは結構一般的なことで、例えばもう子供なんか養子にしたりとか、自分の子とかでもですけど、普通に生活、家族とかできて結婚もして生活なんかしています。でもう特別、その宗教とかですね、政治によって、地域によって差別とかもないわけではないんですけど、結構受け入れられてて、州によっては本当に普通のことです。で特別なことではないので、日本ではマイノリティとかいう言い方するけど、海外の人はちょっとっていう反応ですね。マイノリティって言葉って少数派って意味なんですよ。でアメリカではもう20年前とかでも10人に1人ゲイとか言われてて、今なんか5人に1人とかそれぐらいのレベルで一般的なので、特別視もされてなくて普通の人で、もう本当に普通に家族とかも気づいてますしね。逆に下手な言い方すると人気があるぐらいで、俳優さんとかでもマット・ボマーとかホワイトカラーのですねとか、インシンクのランス・バースとか、みんなゲイですけど普通に生活してます。で、このブラザーズ&シスターズっていうのは、そのゲイの人たちを特別視せずに、一般的な今の現代家庭の、現代社会の中での普通の生活を追ってるので、本当にみんなお互いに平等だし、そのゲイの人たちのカップルとか家族とかも普通に描いてます。だからそのすごく見やすいですね。だってすごくリアルだから。で、なんかすごくスイート、見ててどういうのかな、日本語難しいですけど、あったかく、心があったかくなりますね。みんな優しくて、でそういうことに関わらず本当みんなのその家族愛っていうのがすごくって、それを見てて本当に、この家族いいなって、この家族の一員になりたいなって思わせます。だから見たことなかったらぜひご覧ください。で有名、日本でも有名なサリーフィールドもママとして登場します。ノラ、ママのノラとして登場します。全シーズン出てます。よかったらご覧になってください。あとセックス・アンド・ザ・シティなんかね、映画なんか大好きな方なんかは、なんていうんですか、ちょっと名前忘れましたけど、最後にちょっと裸で出てくる男性がいるんですけど、その男性がルークとして重要なメンバーとして優しい男性ですね、出てきますので、よかったらご覧になってください。では良い一日を。 Have a wonderful day and talk to you soon. See you later. Bye.